たける心を殺すことある。出てそして花は咲き誇り汚れて、時が全て抱き起こし描けて、夢の続き書き起こし、二度来ることなきこの日、時に晴れた空と地に雨であれ、時に巡り出会い別れまたね、時に喜び悲しみ共に暮れる日も増える希望、そう季節は流れて、hey! 過ぎ去りし日々よ、出会いや別れて、新たな旅路を Coming up, shoot, shoot, hey, Coming up, shoot, shoot, Coming up, shoot, shoot, So we gotta go new world Coming up, shoot, shoot, Coming up, shoot, shoot, hey, Coming up, shoot, shoot, So we gotta go new world。 お話しまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ちょっとここでこちらでいいですか。もちろんもちろん。雨が降ってました。もうちょっと雨が降ってました。たけれたけれたけれ、見ていただいて、いやいや、めっちゃ見てますよ。 ありがとうございます。心を殺すことはルー、あ、ルードかな。はあはあ、いやもう、ありがとうございます。もう、あの、三谷さんの大ファンで。おー、すいません、ありがとうございます。あ、大島さん、よかったら、あの、マスク。はい、ああ、はいはい、それをね、言われるまであえて取らなかったです。あ、そうですね。あの、僕、マスクしてるから、取っていただいていいですかっていう。あ、そうですね。あのフレーズが好きで。あ、ありがとうございます。はい。年齢で言うと、年齢はまだ54歳です。はいはい。で、お仕事はあれですね。仕事は、国政政党の党首です。もう今、名前が変わって NHK 党になりました。5回ぐらい変えたんですけど、まあ今は、その、NHK と裁判してると弁護士法72条違反でってものすごい長い名前なので、略称は NHK 党。あえて20文字までいけるので、しかも何で党とかつけずに、まあ党は真ん中に入れて統治法を使ってるんです。あれ、立花さん自体は今別に議員なんではないです。ですよね、はい、山本太郎さんとそういう意味では一緒です。あ、か前議員で、政党の党首代表っていうことで言えば、もう山本太郎さんと全く同じ立場っていうか、山本太郎さんとはこういう関係じゃないですか。こういう関係はないですね。まあもちろん面識あるんですけど、来週選挙が始まるので、党首討論っていうのに NHK とかあちこち出て、僕は山本太郎さんに質問をするとか、そういう関係ですよ。 NHK に出させてもらえるんですね。あー、出させてもらえるんですよ、これが。へー、すごい。これはね、その NHK のいいところですよね。やっぱり政党の党首なので、まあ基準があって呼ばなきゃいけないですよね。だから選挙前になると、特に各党がどういう公約を掲げてるのかとか、党首討論って言って僕が岸田総理に質問したりとか、そういう場を設けなきゃいけないので、まあ民放にももちろん出るんですけど、 NHK がでも一番そういう意味では手厚くはやってくれますけどね。そうなんですね。なんか僕が東京 MX かなんかで、はい、マツコさんが、はい、そのマツコさん追いかけ回してるやつですね。そうそうそう、言った発言を、あれをなんか大吾さんかなんかがあれを逆手に、これまで弱者として扱われてきたマツコさんが、あ、はい、立花さんを責めたことによって、実はとんでもない強者であることを、はいはい、弱いものを叩いてることを、はい、してる構造を逆手にとってなんかものすごい高度な作戦を使ってるみたいなことを言ってて、あ、そうなんだっていう。そうですね、2年以上前になるのかな。だからちょうど僕が当選した翌月とか、この月かな、いろんな、まあ、悪口を当選したと言われて、マツコさんとか東国原英夫さんとかね、あとデヴィ夫人とか、まあ、いろんな人に言われたんですけど、誰が一番数字持ってるかなと。へ、爆笑問題太田さんでも言われたんですけど、やっぱ一番数字持ってる人を戦うのが一番いいかなっていうことで、マツコさんの数字はびっくりしましたね。あんまりに数字持ってる人って知らなかったんで。今ももちろんすごいですけど、当時の方がもっとすごいかもしれない。すごかったでしょうね。僕がちょっと叩いちゃったことによって CM とか減っ、まあ、減ったのかどうかわからないですけど、まあ、本人もちょっと仕事セーブされたいっていうのもあったようなんで。でもあの時のマツコさんは特にすごかった
と思いますね、まあまあ今もすごいんでしょうけどね。島田さん出身はどこなんですか？出身は大阪です。大阪の泉大津市っていうところで生まれ育ちました。何になると思ったの？小学校とか中学校とか。小学生の時はね、まあ、あもう今両親が離婚して母親がいなくて、まあただ母親がいないんですか？母親、父親とね姉と3人でいて、でもまあ父親もずっと実質帰ってこないんで、幼稚園のもう年長さんの時から部屋には姉と2人 で姉から結構虐待されて。姉の虐待ってのが2人しかいないんですけど、姉が結構ね攻撃してきて、3つ年の差があったんで、今はすごい仲いいんですけど、当時はもうすごいこう死にたい毎日でしたね。お姉さんからの虐待って初めて来ましたね。もう馬の連鎖で蹴飛ばされてっていうの、当時まだコンビニとかなかったので、だから僕の食事って学校の給食一食だけぐらいですね。でお父さんとお母さんはなんで別れたんですか？いやもうお互いが愛人ができて、あダブル不倫と。そうですね、親父が多分先に不倫したから、母親が近所のパチンコ屋のマネージャーと不倫ってみたいななかなか離婚してる親ってなんかいなかったんで、そういうの結構隠しましたよ。もうそうですね、なんか、うん、あだからね、夏休みとか春休みとか冬休みは必ず長期の休みの時は淡路島のおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんのところで、もう始業式終わったらすぐに淡路島に船乗って、まあ、普通の時はだから家、まあ、学校に行かなきゃいけないので、小学校5年生の時に栄養失調で倒れて、それでまあお互い、まあ、5年ぐらい2人離婚してたんですけど、まあ、お互いその浮気相手とうまくいかなかったんで、僕が倒れたことをきっかけに母親は戻ってきた。そんな上の人とあるんですね。まあ、同じ人と2回結婚してますよ、うちの両親は。へー、ただ2回目の結婚はもう僕のため、子供のためにみたいな感じなんで、僕はだからね、子供の頃から父親と母親が会話してるのって記憶一切ないんですよ。へー、あの2人が喋ってるのを聞いたことがほぼない。その後また別、お互い結婚したけどお互いまた別の不倫相手がいたっぽいですね。まあ、とにかくお互い伝えたいことは僕を経由して伝えるみたいな、そういう結構冷え冷えとしたというか家庭感がない。だから家族旅行とかもその父親と2人で行ったとかね、そういうのありますけど、母親が帰ってきたら旅行中もそういうのでは記憶ないか。お父さん何の仕事したの？おじはもう普通サラリーマンです。結構大きな会社のサラリーマンでしたけどね、営業してましたけど、ただもう営業っていう仕事柄、もう帰ってこないですよね、まあ、毎晩麻雀とかしたりして。だから小学生の頃はもうずっとゲームセンターに入り浸ってましたね。へえ、あ、ちょっと別にお金はありますか？お金は置いていってくれるんですよ。そうっすよね、だっていい企業の勤めてらっしゃる、はい、てかまあお金さえ置いとけばなんとかなるだろう。だからパンが食事、夜のご飯ほぼパンですよね。6時までしかやってないです、パン屋さんが。スーパーもまあ6時か7時ぐらいで、ただもう子供なんで、そのお金を食事になんか買えるよりもおかしかったりとか、ゲーセンでゲームしたりとかっていうふうにどんどん消えてたから、あのご飯食べるって習慣なかった。ご飯食べるとか風呂入るとか、まあ、そういう習慣なかった。でもよくあるネグレクトの、はい、そういう風呂とか入りたくなると言いますもんね。はい、今、まあ、だから歯も磨かなかったんで、その小学校5年生で倒れた時には虫歯だらけでっていうような、だからネグレクトっていうのは大人になってから大きくその40過ぎてから知りましたけど、ああ自分はまさにネグレクトだったんだなと。へいうのは間違いない。中学とか高校とかはまともに通うんですか？小学校中学校は、まあ、ていうかその学校には行かなきゃいけないっていう、まあ、当時はそんな不登校っていうのはもう大変なことなんで、それは行ってましたけど もうただ小学校5年生からアルバイトを始めてました。え、何やるんですか？新聞配達。へー、あ、そうか、できるってことは。夕刊の配達は5年生からできて、で中学校入ると朝刊ができるので、その中学生の時にはもうすでに夏休みとか春休みとか冬休みはおじいちゃん その船会社で大阪と淡路島をつなぐ連絡船の会社の所長さんしてたんで、その夏休みとかアルバイトでその船に乗る人の切符を切ったり、船の中掃除したり、そういうのをバイトしてて、多い時っていうか中学校の時で夏休みで12万円とか。すごい、それそんなに稼いで中学生何に使うんですか？
いや、あのね、まあ普通に貯金はしてましたけど、はい、でも小学生ぐらいの時はインベーダーゲームとかも流行ってたんで、まあ、あとは高い自転車買ったりとか、とにかく働くことが好きでした。だからもうそういう意味でそこから お金至上主義なのかもわからない。勉強は嫌いだったけど働くことは全然、うん、小学生の頃から嫌いではなかった。部活とかやってないですか？部活はだからもう続かないですよね。だから一応バレーボールとか、あの野球とかちょこっとやったりはしましたけど、長くやったりではないです。バイト優先みたいな。バイト優先、はい、あのスポーツができるので誘われていくんですけど、まあ、入部してるというのも1日2日行ってやめるみたいな。へ、はい、でもそれの根源は働くのが楽しいってこと。子供の頃から一人で行けなきゃいけないっていうのが5歳ぐらいからそう思ってたので、病気しても自分で一人で行くわけですよ、医者に。へ、診療所にね。はは、だからそういう意味ではもうなんか自分で自立するっていうのが自然と身についてたんじゃないのかなとは思いますけどね。ちなみに高校は一応行こうと思うんですか？あ、で高校はもちろん行かないと、僕だから結構怖がりで学校は行かなきゃいけないと思ったんですよ。あ、じゃあみんな行くからそれは、うん、まあ、少なくとも高校は行かないと就職できないだろうなっていうのがあったんで、そこはね例外なく一緒に思ったんですね、はい、それはもう普通に。へ、はい。ちなみにその高校生ぐらいのなんとなくの将来のビジョンってどんな感じなんですか？サラリーマン。サラリーマン以外の選択肢を考えたことはなかったですね。へ、とにかく就職したい。ほうほう。か就職はしないといけないので、就職して安定した収入を得ようっていうこと以外は、まあ、中学校高校生の時にはそれ以外のことを考えたことないですね。高校じゃあ卒業するとどうなるんですか？そのまま NHK 入局です。どうやって入るんですか？1期生だったんですけど、新設のあんまり賢くない偏差値38の高校なんですけど、絶対合格しないとお金がなかったんで私学に行けないっていうのがあったんで、でもう一番下がその行ったんですよ。そうすると1期生で先輩がいないので就職先が全くなかったんですよね。そんな中その進路指導の先生が一生懸命探してくれて、NHK の、 その採用試験を受ける枠を1個取ってきてくれたんですよ。へ、で僕は大学行く勉強してた、準備してて勉強してたんですよね。ほうほう。高校3年生の夏休みの時に。ほう。ところがまあお金もないし就職できるとこがあったらしたいっていうのは先生に伝えてたんで、ほうほう、その進路指導先生が立場の NHK の、 あの受験枠1個取ってきたからお前受けるかっていうから、普通に採用試験を受けたらまあ取った。へ、18歳で NHK に入局っていう。え、何するんですか18歳って。あ、もうこれね、僕最初営業受信料取って回る仕事だと思ったんですけど、お、ショムと経理、和歌山とこで、まあ、当時はだからまだ被覆対応とかね、通勤交通費を支払ったりとか、あの備品の調達したりとか、あのちょっとしたらその広報とかでじゃじゃ丸とか、あのお母さんと一緒のぬいぐるみ着てイベントに行ったりとか。あ、でも何でもやったというか。そうそう、和歌山局は小さいので、だから NHK のローカル番組とかも出て釣り大会企画してやったりとか、まあ、主に経理ですけど、経理広報庶務っていうのを5年間和歌山でやってました。待遇的には大卒と変わらないんですか？それとも給料的に変わる？給料的にはもちろん年齢の差はあるんですけど、まあ、大卒の方が当然上がっていくスピードが速くて、あの給料上がるとか出世するね。でもあの全然給料高かったですよ、NHK の高卒って。当時は年間で40人ぐらい取ってたんですよね。ほうほう。まあ、僕が入ってから10年後ぐらいに取らなくなったんですけど、当時はまだあのそういう一般枠みたいなのがありましたね。ほうほう。その5年間はどひたすらそういう時だった高校とか経験。そうですね。でもパチプロだったんで、高校生の時からパチンコでめちゃくちゃ儲けてたので、ほうほうほう、 NHK 職員をしながら土日とか仕事終わっての夜とかはパチンコとかスロットして儲けてましたね。え、じゃそれも月の収入を売ってその NHK の給料とかプラスパチンコだったんで。それどんぐらいあるんですか？いや、あの攻略法とかある時なんか月にやっぱり100万とかパチンコだったんで、多い時っていうかもう少なくともパチンコで年間300万ぐらいは普通に NHK の給料では別にあったので。へえ。最初のとこに19歳なんていうのは当時ナイアガラの 1.5 号機とかでもう結構もうアホみたいに出す攻略法とかだったので、ほうほう、もうその時は多分普通に1000万超えてましたよね。へえ。まあ、順子で600、700稼いで、ほうほう、NHK の年収が300万とかそういう。はあ。
すごい。それってずっと貯めてたんです。いやいや、もう車の改造とか、ひたすらまだもうやっぱりそれ使ってましたね。今もそうですけど、お金はやっぱり貯める性格ではないです。へえ。普通にみんな連れて飲みに行ったりとか、高校生の時から全員クラス全員連れてファミレス行って全部おごってあげるとか、そういうことはしてましたね。で5年やってどうなるんですか。5年やって今度大阪に転勤。でも同じように大阪で7年ぐらいいたのかな、パチンコをしながら NHK の職員しててっていうのが7年大阪でいましたね。でトータル12年で、まあ大阪にいたかったんですけど、はい、まあ、どうしても東京の人が立花に仕事をしてもらわないと困るっていうことで、その後だから東京の報道局っていうところに、まあ、いわゆる一本釣りっていう感じで。それはなんか報道の人なんか気になる。いやもうね、その阪神大震災の時とか、その前にあった広島アジア大会ってスポーツのイベントとかで、めちゃくちゃ仕事したわけですよね。で長野オリンピックが2月にあった1998年の時に、もうなんとか立花に東京で仕事をさせたいっていうのがあって、それで僕もまあそこまで言われるんだったらっていうことで単身赴任で、当時まだ結婚して子供もいたんで、それで本当この辺に住んでましたよ。へ、初代とか代々木とか住んでました。本当に NHK 自転車で行けるようなところに住んでました。はい、東京に来て報道局で、まあ主にスポーツの仕事、スポーツの予算のオリンピックの契約したりとか、昨日も高藤力さんとちょっと話したんですけど、ほうほう相撲の契約したりとか、ほうほうほう。で主な仕事って表と裏側の結構こう裏金作りを結構してた。裏金作り、裏金がないと組織ってやっていけないんですよ。はあ、これはね、僕はだから大阪時代から裏金を作る天才だったので。それ どういう仕組みですか。あのね、よくあるやり方って領収書ごまかすとか、なんか数字の位置を6に変えたりとか、はあ、そういうのはよくあるあれなんですけど、そういう細かいこともゼロじゃないですけど、やっぱり業者を使うんですよね。民放さんにいたからやってるかもしれないですけど、民放さん、いわゆる下請け会社にその多めに請求書をもらう、多めに払うって下請け会社にお金をプールさせる、はあはあ、そのプールしたお金をキックバックさせるとか、そういうのがまあ主な手口ですよ。はあ、それがうまかったんですか。そんなことばっかりしましたね。へえ。だからその裏金のニーズとか、あとその OB の人たちの会社の設立とか、はあはあ、NHK の OB の人とかいる、辞めていくじゃないですか、はあはあ、そういう会社を設立して、その会社にうまく仕事を回すとか、ね、経理の表を熟知してるので、裏側も完全に知って、もうこううまくやるっていう能力があったので、そんな皆さん、裏金って言っても悪いことに使うっていうのもね、その物が盗まれたりするんですよ。グランドピアノが盗まれたとか、編集機盗まれたとか、パソコン落として壊したとか、部下のお葬式にね、九州まで行かなきゃいけないとか、そういう飛行機代とかね、いろいろと表に出せない経費ってどうしてもあるんですよね。だから僕はそういうものに使ってるという認識でしかなかったんですけど、その僕が最終的に辞めるきっかけになったのが、その紅白チーフプロデューサーがもうその裏金を2億円ぐらいこう愛人に貢いでたって事件が、平成16年で、2004年にそれが文春で暴いたんですよ。ですごい心を病んで一人で2億ですよ。で調べたんです。僕その調査チームにいたわけですよ。表の経理と裏の経理がしてたんで、表の経理としてその犯罪の伝票のチェックをしてたんです、捜査。そうすると最初は2000万とかって言ってたんですけど、調べればこれ一人で2億やってるじゃないかと。何よりも上司たちも一緒にやっとるんだと。一緒に、いわゆる組織でやってるんですよ。そんなの一人で2億円も入れれないじゃないですか。だってもう6年7年も前からやってるっていうことは、この人がチーフプロデューサーになる前まで、これ NHK のチーフプロデューサー、いわゆる CP っていうのは課長と一緒ですよ、今の会社で言うから。でもこの人は6年前7年前課長じゃないわけです、 CP じゃないわけですよ。だからこの人の伝票の決済してる人が OK しないとできないわけですよね。でその人はもうエグゼクティブプロデューサーとか部長に昇進してるわけですよ。その人を調べたら、この人なんか5億ぐらいやってるっていうのが分かったわけです。あ、なるほど。もっと闇深かったんですね。そうだから芸能の一人の人が捕まった、最初に捕まったんですけど、分子に暴かれたんですけど、その人は結果2億だったんですけど、内部で調べたら全部でもう10人ぐらいの人が20億ぐらいやってたわけですよ。へえ。それを
やっぱ公表するべきじゃないですか。うん、でもそれは NHK という組織がもうすごい悪いことしてるようになるから、もう文春にバレたこの人間だけを生贄にしようっていうことになって、それおかしいんじゃないのって思いながらちょっとうじうじしてたんですけど、そうすると今度別の芸能じゃない報道セクション、ソウル支局っていう報道畑のところで今度また4500万円ぐらいの裏金を作ってたっていう報道を今度は週刊新潮に取材にされるようになって、紅白チーフプロデューサーの不正を調べてる上司が今度ソルト、あのソウル支局長の不正に関与してた上司であるっていうことが分かってきて、おいおいおいと、これ不正してる人間がいわゆる泥棒が泥棒の調査なんかしても無理じゃないですか。それでこの組織やばいなってなって、でそれはもうあの2つの事件で当時の海老沢さんっていう NHK の会長トップがね、国会に呼ばれて説明しろみたいになったわけですよ。そしたらそれがまた結構デタラメな説明を国会でしたから、これはもうダメってなって、それで一気に熱が出てきて、で後で、まあ、病院に行ったらうつ病っていう。あ、なるほど、それでうつ病だったんですね。40度ぐらい熱が出たんでさすがにもう休んで1週間ぐらいこう点滴通院してたんですけど、いつまでたっても37度台の熱が引かないから、まあ心療内科に行ったらうつ病です。で診断書書いてもらったんですよ。で診断書書いたら2ヶ月休養が必要みたいな書かれたんで、いやそれさすがに休めないと、もう今もこの不正の対応で必死大変なんで、まあドクターがじゃあ2週間にしときましょうか言うから、あそんな簡単に診断書って変わるんだと思ったんですけど、でそれを持っていったんですよ上司に、そのソウルの不正してる上司に。そしたらうつ病はまずいって言われて、うつ病はまずいって医者がうつ病って診断書書いてるのに、それをもう病名を変えろって言っちゃう。その人はもういわゆる経理伝票を改ざんすることも平気でやるわけですよね。こんなのなかったことにしろ。だから全てのその正しいものを改ざんすることに何の抵抗もない人なんですよ。ああああ、そのうつ病の診断書を改ざんしろって言われた時に、あもうこれはああ2ヶ月本当に休もうと、ああお医者さんに行ってこの慢性疲労症候群っていう名前に変えてもらって、で先生が本当に休んだ方がいいと思う期間変えてくださったら2ヶ月と、ああ先生ドクターに聞いたら、いやもう大体うつ病の人ってそんなにいきなり2ヶ月休むって言ったら大体拒否するので、それで2週間って書いたんです。でこうやって病名変更してくれっていうのはさすがになかなかないけども、もうそこでこれはダメだとちょっと休むようになったんです。で休んで休んだら、まあ、まあ今日療養ですか、なんかしてる、療養しんどい、まあそうですね、もうね、うつ病って気分変えたらいいとか言われるんですけど、心がしんどいと体自体がしんどいんですよ。心臓がバクバク動くから動いてなくてもしんどい、背中が痛いとかもう熱が出て、だから半年ぐらいじっとしてましたね。でその半年休んでる間も僕だからすごい力を持ってたんですね。 NHK の内部でその会長と直接話するような、調査チーム、調査チームは表の仕事で僕は特命係長ただの人志みたいなことしてたんですよ。だから裏金を作るっていうことになる、できるので、そのとにかく、まあ、会長とかそのスポーツのトップとかに重宝がられてたんで、何百億っていうお金を僕の一存で動かせるっていうか、僕の許可がないと動かないぐらい強かったんですよ。その会長の主催のパーティーを僕が仕切ってたりとか、とにかくもうすごい力を持ってたん で当時その半年後に僕がうつ病になった半年後にその事件の責任を取って、まあ、半年後と4ヶ月後に当時の海老沢会長っていう海老ジョンイルと言われた絶対権力者が辞めるとなったんです。で辞めるとなって、それでまだ院政を引きたかったのか、そのアメリカのゴルフをね、5年契約のゴルフをちょっと高額で買ってこいみたいな話になって、それで僕にまちまちゃんこれ海老沢さんこんなこと言ってるけどこれお金あるのみたいな話になって、いや辞めたのにそんなことをするのかみたいになって、でそれで週刊文春に海老沢会長の動きっていうのを伝えたんです。それが初めての内部告発。
なるほど。まあ最初に使えたのは日刊ゲンナさんなんですけど、日刊ゲンナさんがこういうもうこれだけ大きな話は文春の記者紹介するから文春に行った方がいいですよってなって、へだから NHK の裏金作りとかそういう海老沢さんの陰性を引いてるとか裏側を、まあ、朝日新聞とか文春とか新潮とかもうあちこちにベラベラ喋るようになったんですよ。病気で休んでる間にね。そこの喫茶店で文春の記者と話したのが2005年なんで今から16年前かの2月3月です。動物。でもその半年後は辞めてないんでしょうか。でそれで僕の情報って NHK の会長と理事と局長ぐらいしか、まあ、4、5人しか知らない情報なんで、はあ、すぐにバレたんですよ。ああなるほど、あいつだっていう。もう立花しかいないと、うん、NHK の普通の職員が知らないような情報がある、まあ、海老沢さんの動きなんて立花しかいないからってことで NHK から呼び出しを食らうわけですよ、はあ、病気で休んでるのに、はあ、あのとにかく話が聞きたいってなって、で文春の記者に相談したら、いや田島さんこれはちょっと頑張って行ってください、はあ、あの逃げてるっていうのもおかしいんで行ってくださいみたいな感じで、はあ、6対1の面談とか行きましたね。えそれは詰められてどうするの。いやだから録音しながら行かんと怖いじゃないですか、はあはあ、そしたらもう録音してるだけで怒りよるんですよ。ああこれ何のために来てるのか分かってるのかよ、からいや話し合いでしょ、じゃあ録音してどうするんだよ、またその録音した内容を週刊誌とかに持っていくのかよ、からその内容次第ですよね。で録音止めてくれるから、録音止めたらここで喋った内容はあなたたちのメモでだけで動いていったら怖いでしょと、もう録音するんだったら話は終わりだって言うから、へでそれで終わりってなって、ほうほうで出たら今度また部屋を出たらその全然知らない人が NHK の職員なんですけど、立花さんのその内部告発っていうか言動はどうやったら止まるんですかと、なんかポストとかお金とかなんか希望ないんですかとか言われて、そういうことでやってるんちゃうからみたいな。へでそれでもすぐにあの怖かったんで、僕そのないあのいつ殺されるかわからないと思ってたんで、もうそんな何百億っていやっていうのはその紅白チーフプロデューサーの事件でその20億円ぐらいやるんでカウンターパートナーがいるわけですよね。 NHK 職員がその架空の請求書を出してくれる業者がいるわけですよ。だからトロフィーを買ってないのにトロフィーを買ったとか1個しか買ってないのに20個買ったとか、うん、その嘘の伝票を出してくれる業者が必要だったんですよ。その業者の重役がその警察に呼ばれた日の夜に東京湾に車で落ちて死んでるんですよ。ですぐに警察が自殺と発表してるんですよ。ありえないんですよ、その被疑者が急にね。で遺書もないし、でそれを NHK の弁護士から聞いてて、あこれも人が何人か死んでると、はあ、でも俺も殺されるぞと、だからもう名前と顔を出さないと危ない。あ逆にね、もう名前と顔を出さないともう誰が言ってるのかを早く世の中の人知ってもらわないと、今僕が俺が殺されたら NHK が犯人やっていう状態にしないといけないということで、その年の4月にやっと文春がもう実名顔写真で記事を出してくれた。へえ。それが今からだから11年前、あ16年前。ほうほうほう。で文春に関東8ページでこうって出たんですけど、はい、中吊りとか出たんですけど、テレビ局とか取材に来ると思ったんですけど、はい、取材に来たけどオンエアしないんですよ。へーそんなの NHK と敵になってやばいってなって、だから一部の本当に文春と現代と富士夕刊富士とぐらいしか取り上げてくれないという、すごい。でもなんか闇深いって闇深い。いやもうそれでもうなお、それでもう特に僕が期待したのはやっぱ民放の追及みたいなのがあると思ったんですけど、それでさらに病気が悪化して、ああそうなるほど、もう躁うつ病っていうかいわゆる統合失調症まで言われて、ああでもそれはそれできつくないですか。それいやいやもう誰もだからその記事に対して文春を買うような人たちはもちろん知るんですけど、世の中の人って週刊文春を読む人なんてほぼほぼいないじゃないですか。だいたい週刊文春に出たものをテレビが後追いして世の中がこうプリントが、そうですね、ところが全くテレビが追いかけなかったので、まあ、取材には来たけど放送しなかったことに、ああやっぱり NHK と民放ってつながってるなと、こんなテレビ局の都合の悪いことは報道されないんだっていう、
それは衝撃はすごかったですね。へえ。でもそれからもう上司とかからもうお前辞職しろとかメールが来たりとかね、あとはもうその一緒に悪いことしたオリンピックで裏金作った後輩とか上司に連絡しても着信拒否とか出ないとか、はー局内に行ってもみんな無視ですよ。あ、もうメンタルもボロボロです。そっか、でもまだその混乱して文春出た後も辞めてはいないですね。そうです、そうです、ない、現職の職員に行きましたから。ただもうそういう精神的な追い込みやっぱりすごかったですね。でそれでその勝手に週刊誌には情報回したからして内部情報の漏洩で停職1ヶ月とか、あとソルトレイクオリンピックで裏金作って停職7日間とか、もう懲戒処分のオンパレードが続くわけですね。へー。これはさすがに中にいてもダメやっていうことで、それで退職をして、それだから NHK にはほぼ20年いました。19年4ヶ月。へー。でもそっか、確かに現職の状態で瞬間文春にいた方が意味ありますもんね。そう、もちろん辞めるつもりなく行ったんですよ。内部告発だってこっちは正しいことをしてるんだから、公益者通報保護法っていうのもできたので、そのだって全然本当のことをその不祥事をもみ消すばっかりで問題提起をしたわけですよ。こんな悪いこといっぱいしてるよと、経理伝票をごまかして裏金いっぱい作ってやってると、だから僕は懺悔告白して、僕は懺悔するからその上司たちも本当のことを言ってほしいという思いでやったのに、もう完全もみ消しですよ。それで、でもその思いやめたら終えなくなって、そうです、もうメンタルボロボロになって。え、でもやめちゃったらそのどうか自分たちの生活という、いやもうそれでもパチプロですよ。僕にはだからパチンコという特技があったので、当時でも、もうその時で NHK の年収って1200万、まあ1150万マックスかな。次100万ぐらいもらったんですよ。まあ、それ以外にも当然接待とかいっぱい奢ってもらったりとか、東京ドームのチケットが入ってきたりとか、紅白の歌合戦とかあったんですけど、まあただパチンコでも十分同じぐらいの金額は稼ぐ自信があったので、そうから7年間はもうパチンプロでした。へえ、2000何年ぐらいですか。2005年。へえ、2005年はまだパチプロで行けたんですか。全然行けましたね。辞めた頃、最初の頃はあの新宿のエスパス、そこの歌舞伎町のエスパスとか、へえ、まあグランパとかね、ちょっとまあ、あちこち回りました。そのまだ全然当時で時給、まあ時給で4000円ぐらい、いわゆる期待値が1日5万円ぐらいである台がいっぱいありました、ね、あ、当時まだ嫁と離婚してなかったんで、嫁と2人で、まあ、月100万ぐらいは余裕でいけるやろう。どう、じゃあそこ別にじゃあ生活が苦しくなることもなく、そうですね、まあ、だから辞めた後はしばらくはやっぱりその心の病はなかなか取れなかったんで、その週に2日とか3日とかでしたけど、徐々に時間とともに、あのもうしばらくはちょっとこれあの NHK と戦うのは休止して、もうパチンコしながら、当時はまだ2チャンネルとかしかなかったから2チャンネルで結構発信はしてました。ああ、そう、地下に潜ったというか、地下にもう、うん、とにかく発信母体がその2チャンネルとか週刊誌ぐらいしかなかったので、ただどっかでいつかそんなチャンスは来るだろうというのがあったんで、まあ、特に2011年の地上デジタル放送になれば、スクランブルできるようになるんで、地上放送も。だからそこまでは、だから6年後ぐらいまでは、もうしばらくパチプロでゆっくりさせてもらおうということで、それでもう、あの NHK 辞めた後7年間は完全にパチプロしてました。時が来たって時がやっぱその地デジに来てくださったんですか。そうですね、2011年地デジに変わって、誰かが言い出すだろうなと思ったんですけど、はあ、動きがないと、はあ、でもうパチンコも、まあ、当時が一番マックスぐらいだったかな、こう、はあ、もうネットでどん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 パチンコも勝てない、そろそろやっぱ NHK 問題じゃあやらなきゃいけないっていうところで、ちょうど YouTube が出来上がったんですよ。YouTube に出会ったんです、はあ、だから僕2011年の11月から YouTube やってるんで、ちょっともう丸々10年、もう来月で丸10年だった。へ、俺見つけた、はあ、こんな、僕文章書くの苦手なんですけど、喋るの得意なんで、うん、ネタは山ほどあると、 NHK のネタは、はあ、それこそ内部のフリーの問題から、はあ、裏金から、もういろんなものがあるから、YouTube を最初に見つけて、業者さんに YouTube のやり方を教えてもらったんですよ。パソコンのカメラ買ってきてもらって、で最初に YouTube アップロードした時はもう嬉しくて3日ぐらい寝れなかったですね。へー、
当時はどんなぐらいですか、再生されるんですか、普通に。最初の頃はもちろんそんなのね、それでもね、すぐに2桁行きましたよ、100とか、あの200とか、あのツイッターがあったんで、あ、だからツイッターで宣伝して、うん、だから2チャンネルが最初で次ツイッターなんですよね。で、その僕ツイッターで上杉隆君の知り合いだったんで、その上杉隆君のなんかこう絡むと急にわーっとフォロワーが増えてとかなったんで、そういう意味では YouTube のやりだした頃からすぐに2桁は行ってましたね。300、500ぐらいは行ってましたね。でもそれだけの何百っていう人が見てくれてることがすごい嬉しかったですし、うん、まあ、もちろん多くの人に見てもらうためにはパチンコの攻略とかも入れてたんですよ。 NHK 問題だけじゃなくて、もうどれぐらいの時期にどうなっていったかって推移は覚えてないんですけど、まあまあすぐにもう何千何万とかっていう回るようにはなりましたね。でそこからどう正当になってくるんですか。それで YouTube 立ち上げたんで、株式会社作って NHK と戦う状態は作ったんですけど、ただ民主党も維新の会も NHK 問題やらないって言うから、橋本徹さんに取材に行ってもやらないって言うんで、自分でやるしかないなと。で2013年に自分でその NHK から国民を守る党っていうのを立ち上げた。昨日だから当時の参議院選挙に出ようかみたいな感じだったんですけど、まだちょっと全然力もない、お金もないから、とりあえず地方選挙から行こうということで、2013年に政治団体作って摂津市っていうところの市議会議員を目指してたんですけど、その摂津が一番いけそうだった。単純に3ヶ月の住んで住まないと立候補できないので、6月だったんで、一番早くある選挙どこだろうって調べたら、3ヶ月後に摂津市で選挙があったんで、それに出ようと思って引っ越しして出たんです。あ、ちょっと当然するんですか。いやいや、もう全然、もう自分の思う以上にダメ。3分の1ぐらい、当選の3分の1ぐらいしか取れなかったです。あ、そうですか。はい、それこそ当時この街録チャンネル出てた上西さゆりさんが同じ摂津市で、彼女なんかはもう維新の会公認で国会議員にパーンと行くのに、僕はもうお前何者やみたいな感じで、もうボロ負けして、関西はあかんなと維新が強いからっつって、翌年2004年の2月にこの町田東京市議選、東京の町田に来て、これはいけるやろうと思って、それ町田にこう引っ越しをしようとしたら、警察が来て、ガサ入れが来て、弁護証違反やみたいなこと言われて、あ、僕あのね、過去に6回ぐらい被疑者になってるんです。今被告人で裁判を受けて、この間先週休憩で2年6ヶ月の休憩受けてます。 NHK と戦うといろんなことをされるんです。あ、なるほど。その影響で全部。そうです、もうほぼほぼそうです。だから NHK との裁判になった人の書類を作ったりすると、それが弁護士の資格がないと裁判資料を作っちゃいけないということで、弁護書違反という疑いでガサ入れが来て、へ、またそこで1回もう鬱になりましたね。こんな世の中のためにやってるのに、何が弁護士を違反やと。へ、誰も困ってる人おれへんやないかと。その弁護士費用もったいないから、俺が裁判資料を作ってたり、やっただでやってるのに、そのただでやってないでしょう、なんかその人から謝礼もらってるでしょう、いや、その交通費程度じゃんそんなんとかっていうので、まあもちろん不起訴になるんですけど、でやる気がない中で町田で選挙をやっても、当然まあ惜しかったんですけど、落選と。あんまうまくいかない全然時期があったんだって。全然ダメでしたね。もうお金がなくて、もうパチンコしなくなったんで、もうそっちにエネルギーを集中してるんで、いや、もうその町田の選挙落選した時には、もうこれどうして食っていこうかなぐらいの。どこでその ああいった世間に認知されるようになったんですか。世間にね、認知されるようになったのは2015年、船橋で市議会議員選挙当選したんですよ。それが初当選、まあ、でも政党作ってまだ2年経ってないので、そういう意味ではまあまあ順調っちゃ順調なんですよね。でやっと市議会議員になったので、そのNHK 職員からパチプロやってる間、親とかやっぱ嫌なわけです、母親が残ってきて。でも議員に当選した母親がめちゃくちゃ喜んで、10年間ぐらい NHK 職員から議員だったら、あ、こんな当選証書で母親喜ぶんだと思ったんですけど、まあそれで当選したので、この NHK から国民守る党で僕以外の人間も2人ほど当選したから、これはもう国政に行けるなと思って、2006年に参議院選挙があったんで、それに出ようと思って準備したんですけど、
ちょっとまだやっぱり参議院選挙では勝てないなってなったんで、そこで都知事選挙に出たんです。小池百合子さんが当選、あの舛添さんが悪さしてでそれ都知事選挙に出て NHK のスタジオで NHK ぶっ壊してやったんです。それが今から5年前かな。そこで結構認知されたんです。その代わり市議会議員辞めなきゃいけなくなったんで、またお金がなくなるみたいな。へお前アホかみたいなことめっちゃ言われましたよ。母親とかもだけじゃなくて、わざわざ300万円の供託金払ってせっかく当選した船橋の市議会議員辞めて、頭おかしいんちゃうかとかいろいろ言われたんですけど、いや僕にはその NHK と戦うために国政政党を作るのをもう2013年に政党立ち上げた時からそれがもう決めてたんで、今回は都知事選で目立ってやろうと。3年後の参議院選挙で全国の比例で 2% 取って国政政党に上って国会議員になろうっていうので、その作戦のための都知事選は。そうです。だからそれをまさに三谷さんも知ってくれたのが都知と、まあ、国会議員になってからじゃないですか。マツコさんの件って国会議員当選して翌月なんで、だからとにかく一人でも多くの人に知ってもらうために結構派手なことをやり続けてきた。そう結構綱渡りですね。だからそれちょっと一個でも歯車切れちゃってたらもうごしゃった。そうですよね。だからいつでも休む勇気はありましたけどね。生活保護を受けたらいいじゃんっていう、死ぬ勇気もなかったんで何度も自殺考えた時期あったんですけど、死ぬのって怖いんですよね。わかります。でどっかで、でも時間かければどっかで確実に僕の主張は通るやろうから、もう楽しくもやってます、ね。そこはもう、まあ、変な意味焦りはないですね、今も含めて。でも都知事は、まあ、受けて、まあ、目立って、まあ、でも落ちて、はいはい、その後どう。まだだから地方選挙で大阪の茨城市の選挙出たりとかしたんですけどダメで、ちょうど1年後の葛飾区の区議会議員選挙で当選したの で、 で区議会議員にまた議員に復活。なるほど。それが2017年だったかな。あれ国政がその2019年、今から2年前の夏だって。区議会議員は2年ぐらいだった。区議会議員もそうですね、約2年、まあ、1年半ずつぐらいですね、市議会議員と区議会議員は、はい。ちなみにその区議会議員とかやるときは、はい、どんな、あのなんていうか政策を掲げているんですか。いやもう NHK だけ、1本だけ基本的に。もうそれが今全く言わないです。もう NHK お金払わないし応援します、もうお守りします、 NHK 撃退シールですとかで配って、でもう地元の人にビラ配って電話があったらすぐに出てっていう、その繰り返しです。全部ずっと一貫してそれなんですね。そうです。もう NHK 問題は一切言ってないです。だって別に政治家になりたくてやってるんじゃなくて、 NHK の職員として NHK の不正を正したい思いでしかないんです、今も昔も。あ、そうなんですね。その NHK という公共放送がちゃんと公共放送の仕事をするために、僕は20年間 NHK から職員のお給料もらったので、別に辞めた今も NHK 職員の魂は何も変わってないです。その時って党員の方は何人かと。ああ、でもね、国会議員選挙の前に統一地方選挙があったので、議員だけでも35人ぐらいマックスいたのかな、地方議会議員とか、はい。でその地方議員が3000万、まあ、5000万ぐらいいるんですよ、選挙に出るのに、あの絶対勝つための選挙をするためにね。そのためにはその当選した議員、まあ、みんな、ね、年収1000万超えるような人たちになるんで、その人たちからお金を借りたりとか、立候補する人にあの当選したらちゃんと3倍にして返すとかっていうことで、結局1億5000万ぐらい集めたかな。それで当選して、すごいっすね。で今もだから年間1億6000万円ぐらいは国からお金もらえる組織なんで、国政政党っていうのはちゃんと税金でお金もらえるんですよ。国政政党の条件って、あのいわゆる国政、参議院選挙か衆議院選挙の全国の平均が 2% 以上取るっていう。参議院選挙を全国で行われるじゃないですか。そうすると大体1億人のうち半分で5000万人が投票します。その 2% なんで100万票入れば 2% なので、はい、国政政党って。ああ、じゃあその NHK 党って書いてくれた人が100万票以下です。あ、そこ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 。昔で言うとスポーツ平和党とか、分かりません、アントニオ猪木さんがやる。アントニオ猪木さんが大体全国で100万票 2% 取ったんで、猪木さんがその政党助成金って作るときに 2% にしてくれって言って、でその 2% 条件っていうのができた。へえ。だから全国で100万票取ればいい。へえ。でも立花さんはそのまま今国会議員はやってない状態ですか。国会議員2ヶ月だけやりましたね。70日やりました。はい。
え、それで辞めたの？辞めました。僕辞めると下の人が繰り上がるんですよ。党として1議席取ってるので、立花が辞めると2番の人が当選するっていうことで、今2番の浜田聡君っていうお医者さん、東大と京大出たお医者さんが僕の後の参議院議員をしてくれてます。それでもその作者らなんですか、最初から？もうそうへえ。こっちは忙しいから国会議員してる暇がないっていう。あ、他で要はね、政党の代表と国会議員を両方するっていうのはそんなもう絶対無理。政党を作ることが最終目的じゃなくて、 NHK をぶっ壊すことが目的なんで、だから政党統制を拡大していかなきゃいけないんで、だからいろんな人とこう会ってスカウトしてとか、そういうのが、そうか、当選できる素質のある人を。そうです、はい。今目標でいうところ何パーセントぐらい達成するんですか、ちなみに。あの、まあ、裁判の勝ち負けでその弁護士も70以上違反、2条違反でって裁判をしてるんですけど、それに勝ってしまえばもうほぼほぼ 90% ぐらいかな。あ、そうです。もう来年には NHK 潰れるんじゃないのっていう、まあ、少なくとも NHK の被害者はなくなりますね。あ、うん、それぐらいまでは来てます。だから政権取るための準備をしてるんです。自民党に代わる政党にしようと。へ、あの、その準備に入ってます。あ、もうそんな段階ですか。てか、そう、世の中昔からお前らとこまだ総選議員一人しかおれへんのに何言ってんねんってこうなるんですけど、そんなのだって僕からしたら先を見つめてるんで。要は今日本って平和じゃないですか。こう平和だから自民党とかでいいんですよ、立憲民主党とか。でも必ずこの平和長続きしないと思ってるんで、そういう時にいわゆる有事の政治家と平時の政治家ってやっぱ違うんですよね。今はやっぱ岸田総理の下でその平和な時間を過ごす穏やかな人が政治しなきゃいけないですけど、まあ、もう言うてる間に、ね、北朝鮮だ中国だっていうのは侵略してくる可能性ってめちゃくちゃ高いので、まあ、その時にはそんな平時の政治家じゃ対応できないので、だからその優秀な政治家が集まれる状態を今一生懸命作ってる。へ、器がいるんですよ、どうしてもね、戦うには。で 2% 取れば国政政党なんで、国政政党の器をとにかくキープするのが今一番。だからうちの党が飛躍するっていうのは世の中が乱れてるっていうことになるので、あんまよろしくはないんですけど、だからね、その本当に政治家ってやりたいですかって聞くと、今の人ってほとんどやりたがらないです、政治家。ただ給料聞くとやりたい人いっぱいいるんです。年収1000万もらえるとかやりたい人いるんですよね。で、その今政治家やりたい人ってあんまりぶっちゃけろくでもない人なんですよ。でも本当は例えば僕が今うちの党で出る予定だったら三崎裕太とかいるじゃないですか、青汁王子とかね、例えば堀江さんとか、あの、彼らなんかは本来政治家すべきなんですよ。非常に頭がいいから、行動力もあるし。でも彼らが政治家すると収入は減るわ、あの、規制がかかるじゃないですか。プライベートで彼女を暴かれたりとか不倫してたりとかやられるでしょう。だからその今この国の優秀な人たちっていうのは政治をしないんですよ。でも本当に侵略とかそういうので変えなきゃいけない時にはやっぱり皆さんやるんですよね。本当に優秀な人がこの国の政治家をしなきゃいけない時にうちの党に集まれる素地を作ってる状態。へ、だから僕はその NHK 問題が今唯一日本で危険な問題だから、そこの解決にもう十分もう手応えはあるんです。もう NHK の個別法もやめるって会長言い出したんで、それも間違いなく僕がやった方が功績だと思ってるので、だから NHK 問題はもう十分解決、もう来年ぐらいには目処がつくので、そうするとこの国のことを考えたときに有事の政治体制っていうのを築いておかなきゃいけない。過激なこと言うとやっぱり日本も核武装とか敵基地攻撃能力はまた持った方がいいんですよ。っていうのはね、核兵器持つと危険な人と思われるんですけど、いや、こっちが核兵器持ってると撃たれないんですよ。だから喧嘩ってレベルが一緒だと実は喧嘩にならないんですよ。どっち側が一方的に強いからいじめられるんですよ、殴りられる。話し合いをするためには後ろに軍事力とか武力ないとそれは無理です。
僕の考えはやっぱ憲法9条があるから国民の命守れる、そんなのありえないですよ。もう中国とかそういう国っていうのはもう侵略、世界を征服しようという考え方の国なんで、であればやっぱりアメリカなんかとこう一緒になって民主主義っていうのを、まあ、選挙でこう選んでいくとか、こういう自由な国を守っていくのはやっぱり日本もそれだけの今覚悟をしなきゃいけない時期に来てるとは思ってますけど、それはそう思ってますけど、でもそれは早く来てほしくないですよ。こう平和と戦の続く、常にその順番なんですよね。それはもう 室町時代であろうが戦国時代であろうが、まあ、江戸時代が一番長かったですよね、250年平和で。でもペリーが来て開国を迫られて、で結局日本も日清日露戦争、太平洋戦争ってなって、今も日本はそれは戦争する必要性全くないですけど、やっぱ戦争したがってる国が周りにたくさんある以上は、そこは国防っていうのはしっかりしなきゃいけないとは思ってますけどね。だからそういうこと言うと怖い人って絶対思われるんで、いやいやいや、そんな、いや、あの一般的に思われるんですよ、ね、で思われるけど誰かがこれ言わなきゃいけない。だからそれでも今言うと危険だと思われますけど、 2% ぐらいの人は、あ、そうだよねと思うんですよ。だから今は 2% でいいんです。だその目の前の危険が目の前に迫ってきたら、そうそう、もうこれね、もう確実ですよ。その武力攻撃で日本人が死んだり怪我したりすると、この国の論は一気に変わるんですよ。例えば飲酒運転で子供とか家族が死んだら、飲酒運転厳罰化しろとか、すぐに法律が変わる。とにかく何か問題が起こると、この国の世論って急に変わるんですよ。僕も含めてみんなほぼもう戦後の人たちなんで、だからでもいざ攻撃を受けた時にどうなってるんだこの国の国防は、防衛はってなると、それ一気に防衛をしましょうっていう動きにはなるので、その時にそういう国防のことを一番考えてる政党ってどこなのみたいな、っていうか、まあ、その国を守ろうという人たちが集える場所を作っておくことが僕の今の仕事。いや本当のんきな日本人だと思ったんですけど、のんきでいいんですよ。平和をかみしめる、楽しむんです。だから僕も全然最近ゴルフにずっと行ってたりとか、もう全然普通に遊んでるのは、あまりそんな真面目に仕事してないのは、もう平和な時には遊ぶんですよ。侵略とかに備えておくことは大事なんですけど、やっぱり平和のがあった時に時間は長いですよね。戦争ってもう絶対短い、あっという間に終わるんで、そこに備えておくことが我々政治家の仕事でもあるだろうし、第三次世界大戦で避けれたらいいでしょうけど、避けれるような状態ではないと思うので、そこは備えをしながらできるだけ平和でありかつ日本人、日本民族がまあ守られる方法をやっぱり考えておかなきゃいけない。そういう生い立ちと NHK のこういうようなものに立ち向かうって何か関係あるんですか？関係あるか？それはもちろん関係あります。それって何とつながってると思うんですか？いや、やっぱり正義感っていうか、やっぱりその能力が高くなるんですよ。子供の頃から自分で生活をする力を持ってる人間って、もうまず子供ですから親、大人の顔色を見る能力がめちゃくちゃ高いんですよ。だって小学校1年生か2年生の人が食堂とか行ってもまず何しに来たみたいな話なんですよ。注文聞いてくれないですからまず。で病院行っても一人で来たのみたいな感じなんで、とにかく大人の顔色を見る能力が、空気を読む能力が異常に高くなるんですよね。で子供の頃にそのタイガーマスクとかデビルマンとか仮面ライダーとかで正義のヒーローをめちゃくちゃ見てるから、うん、正義が正しい、悪と正義があって、正義のために強い悪と戦う、もう負けそうなことでも負けじとやっていくみたいなのが、多分子供の頃それと親がいなかったからテレビばっかり見てたわけですよね。でもそういう正義感っていうのは非常に強い、正義感が強くてやっぱり能力が高いんですよ。子供のところにそうやって一人で生きていく能力を持ってるっていうことは、スパルタですもんね、ある意味。だから逆にその一人でもやるぞっていう職員が1万人以上の NHK と戦うことに対して負けるとかっていう感覚ないんですよね。へえ、なんとかなるやろみたいな。ほうほうほう。まあじゃあ向こうが100悪いんだし、うん、そうそう、向こうが悪いから時間がかかるかもしれないけど、必ずなんとかなるだろうということについては、その子供の頃から苦しんできたので逆境には強いですよね。それはすごく子供の頃の
生い立ちとは関係してると思います。あ、じゃあ結果今の自分のその生い立ちで良かったかなと思います。あ、それはもうあの環境で良かったと思いますよ。 あの環境だからここまで強く生きれたんだと思いますね。あ、まあ、そうか。お、平和ってある、でもある日突然崩れるんでね。お、確かに。だからやっぱアメリカがめちゃくちゃ弱くなってるんですよ。アフガニスタンっていうね、うん、だからあの飛行機突っ込んだじゃないですか、はい、アメリカ の貿易センタービル 9.11 あれから20年経ってアフガニスタンに拠点があるから、うん、アルカイダの拠点があるからってアメリカが20年居座ったわけですよ、うん、治安維持のために。で今年の8月にもうアメリカはお金がないから撤退するっつって撤退したらもう2週間ぐらいでアルカイダがもうタリバンがね制圧してるんで、あれを見てたらもうアメリカの力って本当に弱くなっちゃってるんですよ。でそのトランプ、ドナルド・トランプ大統領、前大統領も日本は日本の防衛は自分でやれみたいなことをもう4年前から言ってるわけです。まあ、アメリカそんな世界の警察するだけのお金も力もないと。だからまあ今バイデンさんに代わって、アメリカもちょっとバイデンさんに代わって、まあ、若干温和になったかもしれない、なったんですけど、またバイデンさんじゃダメってなるでしょうね。それね、民主主義の弱さってトランプさんみたいな人が4年で勝っちゃうんですよ。あ、だって安倍さんが長いつも7年でしょ、菅さんだったらたった1年じゃないですか。でも金正恩さんとか北朝鮮の人とか中国の習近平さんなんかは選挙がないからもう何十年ってやるんですよね。であれ強いんですよ、独裁で力も強いし。ちょっとね、ジャック・マーさん、アリババのね、その社長というか会長がもうジャック・マンお前稼ぎすぎやと、手加減せよって言ったらすいませんこれ以上稼ぎませんで終わりなんです。 あれめちゃくちゃ強いですよ。政治が独裁で資本主義取り入れてるんですよね。中国って共産主義って言いながらもうソビエトが崩壊したんで、や、競争は認めた、うん、でも競争認めてるけどもめちゃくちゃ儲けるとお金持つと政治に対、政府に対して反逆を起こすかもわからないんで、あんまり儲けすぎるとくるわって言われて、これ以上儲けるなみたいになるんですよね。で、あのやり方って中国やっぱめちゃくちゃ強いんですよ。日本の場合は何も決めれないでしょ。だからコロナでみんなその都市封鎖もできないし、もう選挙で菅さんがこうやってもういなくなっちゃって、やっと菅さんのやったことが生きてきて、今日なんか東京で77人しか感染者出てないですけど、結果出るの遅いじゃないですか。そういうのってもう 1年で総理大臣辞めなきゃいけないんで、だから長続きしないと結局長期的な戦略で見れないので、いい国が作れないっていうのが民主主義の弱さなんですよね。じゃあ民主主義の時代が終わるってことですか。まあ、中国が制圧してくるから、民主主義の考え VS いわゆる資本主義のいいとこ取りと共産主義の独裁を混ぜ合わせた中国のような国家、まあ、中国はなぜ世界を統一しようとしてるんです。それは間違いないです。それは間違いないです。だから統一しないと戦争が起こるからです。それのナンバーワンを自分たちが、中国は早くから一人っ子政策で聞いたことあるでしょ。そのたくさん子供を産むから資源と食料の奪い合いになるから、まず子供を作る量をコントロールしようから。でお金持ちは別に2人目産んでいいよ、税金ちょっと多く2人3人産んでもいいよ。でも当時は、昔は共産主義だったんでそんななかった、みんな同じ給料だったのをソビエトが崩壊したから金儲けしていいぞってなって、金儲けした人は子供産んでいいよ。でもめちゃくちゃ儲けるとこれ以上儲けるなみたいな、資本主義の良いところと共産主義の良いところをマッチして、これで世界を統一すると人口コントロールができると戦争が起こらないっていう、多分中国はそう思ってると思う。世界中で人をコントロールすれば戦争起こらないじゃないですか。まだ今ガチでやったらアメリカ勝つと思いますけど、時間の問題だと思いますね。だからアメリカ、イギリス、フランス、まあ、日本、イタリア、そのいわゆる民主主義の国がある程度力を合わせて中国の支配を止めないと。ウイグルであったりチベットであったり、最近では香港がもう完全に中国に制圧されてるんで、まあ、言ってる前台湾に来て、尖閣、沖縄っていう順番に来るのはまあまあまあ間違いないでしょうね。それはアメリカの力が弱くなってきたら、もう沖縄攻めても多分日本にはそんな、ね、戦う力ないし、アメリカもそんな知るかいと。まあでもそんなこと考えたら怖いじゃないですか。まあそうですね、だから怖いから、それはそれとして
そういうことができるだけ遠くになってほしいなと思いながら楽しんどきゃいいんじゃないですか。なるほど、ね、分かる。ありがとうございます。はい、面白かったです。じゃあありがとうございました。どうもどうも。他のやつも楽しみに見ておりました。これからも、はい、ではでは、はい、失礼します。Ah!